そうですね。やっぱりアクションシーンがコッヒーの役を演じている中ですごくこう一つのアクセントになっているかなと思ってまして、やっぱり、シーズン1の中で前半はどっちかっていうとこう、警察官として、警察官僚として、化学犯罪対策室の室長として冷静に事件と向き合ってチームを率いて、謎を解明していくという姿勢と、自宅での家族との時間っていう、その父親として一人の人間として、夫として、そういった面の二面性っていうのはすごく前半からコーヒーを演じる上で二つの軸だなと思ってやってたんですけど、やっぱり後半になって最終章シーズン1山場で、とんでもない、アクションシーンっていうものがあったのがすごく自分の中でも印象が深かったですね。アクションは自分は好きなので、そういうことができたっていうのもこの作品において一つの素敵な思い出になったなと思うし、やっぱこうサプライズ、そのギャップっていうのが、前半から演じてきた小比類巻の人物像との、そのアクションシーンに至るまでの豹変していく小比類巻っていう役を演じたこともすごく含めて、ちゃんとこう理由のあるアクションシーン行っていって、ただ殴り合ってるだけじゃないっていう、そこがすごくドラマチックだったなと振り返って思いますね。そうですね。とにかくその最初の二軸、二つの小比類巻の顔、キャラクターの在り方っていうのを明確にするのが、インした時には気にしていたポイントですね。一つは、先ほども言いましたが、仕事人として、警察の人間として、化学犯罪対策室を立ち上げ、室長として行動するっていう、その面、その小比類巻の顔と、夫であり父であり一人の人間であるっていう部分の、プライベートの部分、家庭での部分、そして、妻との関係性、小比類巻がその科学に光を見出し、科学の可能性に自分の人生をかけているっていうところも含めて、やっぱりこうポジティブな人間、前向きに希望を持って日々生きているっていう、そういう姿勢を貫くべきだなと思ったので、どんなにその事件、日々仕事として扱う事件の数々が、凄惨な事件であったり、ちょっとこう人間の業の深さみたいなものを感じさせる面というものと向き合ったとしても、必ず最後は希望が残るようなパンドラの箱の中に残った希望っていうものを、小比類巻っていう、キャラクターが持つ信念っていうところとイコールで結びつけるっていうのは、初期の段階ではすごく意識していたところですね。そうですね。やっぱり一緒にいる時間が長かった、ゆきのちゃんだったりゆうすけさん、このパンドラトリオが本当にもうインしてから今に至るまでずっと、何なんでしょうね、こうすごく絶妙なバランス、
だなっていうのはやっぱ今日も撮影やってて思いましたし、なんかもちろんみんなプロとして現場に来て仕事をしてるわけですけど、まあ、やることちゃんとやって、かつそのユーモアの部分っていうのも忘れずに、現場がこう笑って止まってしまうぐらいっていうのも何度かありましたし、それでも現場基本的には巻くっていう、すごくこう効率のいい、無意味に疲弊しない形で、でかつその、まあ、特にユースケさんがやっぱり率先して現場の空気を作ってくださったおかげで、やっぱりみんな楽しかったと思うんですよね。自分は少なくともすごく現場に行くのが毎日楽しみだったし、実際楽しい時間を過ごしてきたなっていうのが、まあ、もうすぐ終わってしまいますけど、なんかこう、まあ、フィルムメイキングって基本しんどいじゃないですか、肉体労働、みんなかなり過酷な環境で、まあ、天気だったりとか普通だったら行かないところで普通やんないことをやるんで、そういう過酷な状況の中でもやっぱこうユーモアを忘れずに、何か作品作りと並行してすごく素敵な思い出作りもしてるっていうような、そんな稀有なプロジェクトだったなと思いますね。そうですね、本仮屋さんも本当に何て言うんだろう、入り込むというのか憑依するというのか、やっぱカメラ回ってる時のその小比類巻亜美として、まあもちろんその二役にはなってますけど、基本的にはまあ小比類巻の妻としての本仮屋さんの存在っていうのはすごくこう不動の存在感があるなとオンエアを見ても思いましたし、やっぱ演じてても小比類巻がなぜ、まあ、一見人からしたら狂気かと思われるような方法を使ってでも、望みをこうつなぎたかったのかっていうのをすごくこう説得力をいただけたなって思いましたね。もちろん小比類巻の思いの強さっていうのもあるとは思うんですけど、やっぱりその2人の関係性なので、お互いがお互いにとってどういう存在なのかっていう、そこがやっぱり本仮屋さんがすごくこう、まあ、愛を注いでくれたなっていうのを、仕上がった作品を見ても思いましたし、まあ、現場でもすごく、ね、そのお腹にいる子を、まあ、見つめる眼差しというか、母として妻としての在り方っていうのは、すごくこう、ハッとさせられるものがありましたね。やっぱ5、6歳の年齢で、これだけその物語の核心に関わってくるようなキャラクターを演じるっていうのはやっぱすごい難易度が高かったと思うんですね。できっとその撮影行為をするっていう経験もそこまでなかったと思う中で、やっぱこの難易度を、まあ、プロとして一日一日演じ切ったっていうのは、やっぱすごく彼女の今後の可能性を感じましたし、なんか天真爛漫というか、まあ、先ほどの本仮屋さんの話とも通じる部分があるんですけど、やっぱり自分が父親としている時に、娘としてセラとしてそこに存在してるっていうのをすごくこう自然に感じさせてくれたので、やっぱり一緒に父と娘の関係性を演じていく中で、莉子ちゃんがすごくね、ハマり役というか適任だったなって改めて思いましたし、やっぱり彼女のその自然な演技、なんかこうセリフとりあえず入れてきて、ここでこれを言って何するみたいな、なんかその段取りっぽくない感じっていうんですかね、すごく自然にそこに
もう小比類巻にとっては宝物ですからね、そんな存在としていてくれたっていうのはすごく自分が演じる上でもありがたかったですね。そうですね、安藤君と僕日本では、共演したことがなかったんです今まで。でも中華圏の仕事で同じ撮影日ではなかったんですけど、同じ作品には出てたことがあって、だから存在は知ってて、でいつかまたその共演する機会があったらいいなと思ってたので、まあ、こういう形で安藤君と、初めましてでやらせてもらって、なんかすごくこうメディアから受ける印象と全然真逆というか、もう逆どころか別次元っていう感じで、爆笑させられすぎて仕事ができないぐらい面白かったですね。でも多分安藤君的には真面目にやってるだけだと思うんですけど、それぐらいなんかすごいこう、まあ、持ってる天然の、何て言うんだろうな、まあ、魅力、面白さ、ちょっとなんかこう、なんだろうな、天然記念物みたいな感じの、話しててすごく音楽の話とかも合いますしね、ラップの音楽いつも聴いてて、自分もラップヒップホップよく聴くんで、音楽の話も盛り上がったし、他の国でも安藤さんね、いろいろお仕事されてるから、まあ、自分も日本で仕事する前は他の国でキャリアをスタートしてるんで、なんかこう、ご当地ネタというか地元ネタというか、お互い見てきた景色が近いんだなっていうのも話しててありましたし、すごく毎回毎回、一緒にお仕事させてもらうのが楽しかったですね。